こんにちは。主食はお米です。今回は復刻ダンジョン、新境のアマテラス、竜王級を攻略します。今回の復刻ダンジョンは、2パターンあるようなので、両方クリアしてみました。まずは、通常の復刻ダンジョンから。ほぼ、初見なので何とも言えませんが、アマテラスの両脇を先に、蓋をしても、復活しないようです。もし、両脇どちらかにツクヨミがいる場合、先にツクヨミから倒した方が、良いと思います。理由は、状態異常の中に、暗闇を持っているからです。頻繁に盾を、張ってくるので、盾破壊は必須です。状態異常回復も、持っていきましょう。それでは、ツクヨミを倒すまでご覧ください。
混乱は弱点ですが、正直混乱より、暗闇の方が有効だと思います。次は、アマテラスとツクヨミ、両方出るパターンです。こちらの、ボスで出てくるツクヨミも、状態異常の中に、暗闇を持っています。なので、ツクヨミを先に、倒した方が、楽に攻略できると思います。それでは、ボス討伐までご覧ください。
アマテラス竜王級の難易度は比較的低いと思いました。ただ、暗闇を受けると、ぐだるので、それが、一番の注意点かと思います。ご視聴、ありがとうございました。